ケイは気がつくと女の子と仲良くなっていますね。君ももう少し友達を作った方がいいよ。それは男性の友達ですか？性別にはこだわらないけど、女の子同士が話している方が見ていて楽しいね。ちなみにおすすめは？野々尾さんかな。善処します。ということがありました。なるほど、事情は分かった。ですから私と友達になってもらえませんか？そうだな。三月堂のシュークリームで手を打とう。次来るときに買ってきてくれ。はい、ありがとうございます。とてもスピーディーに目的を達成してしまった。なんとなく友達を作るというのは手間のかかるものだと思っていたのだけど、こんなに簡単にできるなんて。とりあえず座れ。はい。ところで、はい。君は友達というのをどんなものだと思っているんだ？いろいろ調べました。一緒に勉強をしたり遊んだり、メールや長電話をする相手のようです。メールや長電話か。私は君の連絡先を知らない。どうすればいいですか？そうだな。じゃあこれに入れてくれ。ハルキ、ミソラ。ミソラっていうのか。はい、これでメールと長電話は可能です。次は何をしましょう？一緒に勉強ですか？勉強は嫌だな。面倒だ。では何かをして遊びますか？私はただ座って話をするのが好きだ。はい。では何について話しますか？君は何について話したい？特にありません。君はいつも素直だな。素直なことは問題ですか？基本的には美徳だろう。でもたまには問題になる。例えば、君、私が好きか？いえ、好きでも嫌いでもありません。とても素直だ。でもその言葉は
場合によっては人を傷つける。私はむしろそのぐらいの方が気楽に思えていいけどね。何でも気楽な方がいい。そうだな、私たちはくだらない話をしよう。無意味で思わず眠くなってしまうような、ただ心地よいだけの話をしよう。例えばどんなものですか？そうだな、例えば世界で一番優しい言葉を探してみよう。優しい言葉ですか？別に楽しい言葉でも嬉しい言葉でもいい。何でもいいから、今回は優しい言葉にしておこう。君にとって世界で一番優しい言葉とは何だ？わかりません。ではもう少し具体的に考えてみよう。例えば一匹の痩せた猫が寒い夜に冷え冷えとしたアスファルトの上で眠るとして、とても疲れ果て腹を空かせていたとして、その猫を救えるような言葉が存在するのか。きっとその猫は苦しんでいる。求めているものは言葉なんかではないだろう。ミルクと毛布があればその猫は救われる。言葉で猫が救われることなんてあるのだろうか？そんなに真剣に考えることじゃないさ。無意味な話に答えなんてありはしないんだ。思いつくまま語ればいい。ではあなたが求めているものを探してくると言います。ん？例えば毛布やミルクをその猫の元に持ってくると約束します。なるほど、約束は希望になる。希望ですか？先に救いがあるのなら、猫は空腹と寒い夜にもう少しだけ耐えてみようと考えるかもしれない。猫も人も苦しみに耐えるために必要なものは希望だよ。希望とは優しい言葉ですか？どうかな、もしかしたら残酷なだけかもしれない。翌日もその猫は腹を空かせて寒がっているかもしれない。だが相手に希望を与えようとする感情はきっと優しいのだと思う。そうですか。あなたにとって最も優しい言葉とは何ですか？例えば私の目の前に寒さに震えて空腹に苦しんでいる猫がいたら、私は寒いなという。寒いし腹が減ったなという。それで猫は救われますか？そんなわけがない。何を言ったところで何も変わらない。でも少なくとも私だって君と同じなのだと伝えることはできる。それを伝えてどうなるんですか？相手次第だよ。猫が餌を探しに行こうと言ったら、よし行こうと答える。暖かな寝床が欲しいと言ったら、それを一緒に探しに行く。猫が何も言わなかったら、私ももう何も言わずに隣で眠るさ。もし K なら。誠実な答えだと思います。誠実というのは？現実を歪めず素直に受け入れています。それは優しいのか？私にはわかりません。でもその猫は多少なりとも救われるように思います。それはよかった。はい。でもな、実は私は言葉というものをあまり信用していないんだよ。言葉は信用できませんか？思っていることをそのまま言葉にすると全く別人の言葉のように思えてしまう。そういうのは少し気持ちが悪い。例えば私が猫を撫でるのは愛情表現だよ。でもそれと同じだけの愛情をどうすれば言葉で表せる？わかりません。すまない、つまらないことを言ったな。いえ。でもだから私はくだらない会話を求めているんだよ。答えなんてあるはずもない。意味が正確でなくても誰も困らない。ただ心地よいだけの会話が好きなんだ。そうですか。では教えてください。何をだ？くだらない会話を。無意味で眠くなってしまうような心地よいだけの話をする方法を。今君が話したのがまさにくだらない話だよ。大丈夫、素質はある。それから私たちは思いつくまま会話した。最近見た夢について、雲の形について、
猫の肉球について。どれも意味を持たない、ただ言葉を交わすだけの、一晩眠れば忘れてしまうような会話だった。私たちは友達になれましたか？どうかな。友人というよりはまだ知人の範囲にいるような気がするが。そうですか。気が向けばまたここに来ればいい。それで友達になれますか？きっと一度話しただけでは知人だが、何度も繰り返せば友人だ。そんなものですか？よく知らないが、そんなものだと思うよ。それに私は割と気に入っている。そのうち友人らしくなるさ。実は不安だったのです。私は今まで友達と呼べる相手は一人だけしかいませんでした。一人？それは浅井か？いいえ、違います。そうか。はい、ケイは友達というカテゴリーとは違う気がします。次は三月堂のシュークリームを持ってきます。ああ、待っているよ。はい。こうして私の友達を作る計画は始まった。結果が出るのはいつになるかまだわからないけれど。浅井 K が風邪をひいて学校を休んだ。 K が体調を崩すのはそれほど珍しくない。年に数度はあることだ。問題は3つある。1つ、彼のお見舞いに行くべきか。2つ、お見舞いに行くとするなら何を持参すべきか。そして3つ、有権の課題に協力すべきか否か。ハロー、ご飯一緒に食べてもいい？今日の味噌はなんとなくアンニュイだね。アンニュイとは？いや、なんとなく浅井くんが風邪をひいて休んでるからアンニュイかなと予想してみたよ。そうですか。浅井くんのお見舞い行くんでしょ？考え中です。どうして？行けばいいのに。行った方がいいと思いますか？もちろん、せっかくラブなイベントなんだから。風とラブは関係ありません。あるよ。病気で弱気になってる時こそ狙い目だよ。ミソラ、手っ取り早く風邪を治す方法を知ってるかな？薬を飲んでよく眠ることですか？そんな現実的なのじゃなくて、もっと愛の奇跡的なやつ。その1、キスすると風邪がうつる。その2、風邪は他の人にうつすと治る。つまり、キスすると風邪は治る。ロジカル！ありえないです。論理としては間違っていないですが、前提が間違っています。有権の課題なんだよね。風邪は本当に人にうつすと治るのか。有権というのは？有権の有は未確認、アンアイデンティファイドの有、つまり未確認なものを何でも研究しようっていうのが有権だよ。仮に K の風邪が私にうつり、 K の風邪が治ったとして、それによって人にうつせば風邪が治るということは証明できないように思います。ただうつってから治っただけです。だから風邪をひいてから治るまでの期間と、その間に人にうつしたかを確認して統計を出すのが目的。風邪の感染というのは気がつかないところで起こる場合が多いように思います。うん、多分きちんと統計を取ったりは無理だね。では無意味なのでは？さ、有権の本当の目的は無意味なことを調べて自分勝手な結論を出すことにあるの。
そうですか。というわけで、気が向いたら浅井くんにキスしてみてね。南未来に協力を依頼された。問題がなければ協力してもいいけれど、今回は浅井慶が関係する。おそらく慶は人に風邪をうつすことを嫌がるだろう。ということはやはり今回は有権に協力することはできない。それよりも風邪の時には胃腸が弱っている可能性があるので、消化が良くて免疫力を上げるために体温を上げる炭水化物を主体にした温かい食事がいいと聞いた。やはり世間で言われているようにお粥がいいと思う。だし昆布よし、お米よし、土鍋よし、塩その他の調味料は K のうちにあるはずなので、それを借りよう。なんだか歩きにくい。一人で歩くときはいつだってそうだ。隣を K が歩いていないときはうまくバランスが取れないような気がする。カバンが重いから余計にそう感じるのだろうか。そうだ、いつも K が歩く側にカバンを持てば少しはバランスが取れるかも。あまり変わらない。仕方ない、とにかく先を急ごう。必要なものはすべて持ったはず。いや、確認をしよう。もし K の部屋に着いてから足りないものに気づいては手遅れだ。まずはお米、だし昆布、土鍋、調味料は借りるとして、他に足りないものは、そうだ、梅干しだ。やはりお粥に梅干しは必要だ。詳しい理由は知らないが、梅干しは体にいいという。確認して正解だ。スーパーで買っていこう。梅干しの重さが加わっただけではバランスは変わらないみたいだ。三月堂。三月堂といえば甘いもの。 K は甘いものが好きだ。だからといって大福などは病人にはそぐわない気がする。桃。そうだ、桃だ。お見舞いには桃。誰が言い出したか知らないが、そんな常識があったように思う。いらっしゃいませ。桃ゼリーを2つください。申し訳ありません、今日の分は売り切れました。代わりにこちらのフルーツタルトはいかがでしょう。桃もたっぷり使っています。きっと K はタルトは好きだ。でも風邪をひいた時に食べたいと思うだろうか。そうだ、困った。専門家の助言が得られないとなると、どう判断していいかわからない。いかがなさいますか。そうだ、ここにも専門家がいるではないか。三月堂の店員さん、これ以上の専門家がいるだろうか。病気の時に食べたくなるものはありますか。お見舞いですか。はい。アイスクリームはいかがでしょう。アイスクリーム、なるほど。確かに熱が出ている時などは冷たいものは気持ちが良さそうだ。でも桃ではない。病気の時はアイスです。桃よりもアイスクリームですか。桃もいいけど、やっぱり一番はアイスです。桃ではないのに。桃のアイスはないけれど、リンゴを使ったアイスがおすすめです。リンゴ、確かにお見舞いにはリンゴかもしれない。そんな気がしてきた。桃が入っているけどタルト、桃ではないけどアイス、しかも加えてリンゴ。ではリンゴのアイスクリームを2つください。はい、少々お待ちください。梅干しの重さがアイスで相殺されてしまった。バランスが悪くて歩きにくい。でもこれで完璧だ。お米、だし昆布、土鍋、梅干し、リンゴのアイスクリーム、これで K は喜ぶだろうか。でも K の部屋を訪ねるには玄関の呼び鈴を鳴らさなくてはいけない。
そして K に扉の鍵を開けてもらう必要がある。ベッドで眠っている彼を無理に起こし、玄関まで歩かせるだけの価値がおかゆとアイスクリームにはあるのだろうか。もしかしたら K は自分で夕食を用意しているかもしれない。今までだって K のお見舞いに行ったことはない。なぜなら浅井 K は優秀だから、大抵のことは一人でできてしまう。一人でいることに苦痛を感じない。浅井 K を心配する必要なんてないのだから。やっぱり帰ろう。なんだかとてもアイスクリームが食べたい。もし時間があれば買ってきてもらえませんか。さすが専門家だ。やっぱり風邪には桃よりアイスクリームだ。急いで K のところに。おかしい。これは浅井 K が送るようなメールではない。 K が自分自身のためだけに他者を利用することはありえない。うわっ、南さんですね。どうも。もしかしてずっと後をつけてたんですか。まあ、なんていうか、ごめんなさい。どうしてそんなことをしたんですか。なんとなく面白そうかなと。面白かったのですか。それなりに。ベストシーンはお菓子屋さんの前を一度通り過ぎてから、やっぱり戻ってきてお店に入ったところだね。どこが面白いのか理解できません。でもダメだよ、ミソラ。どうして浅井くんのとこ行くのやめちゃったの。必要がないことに気づいたからです。お見舞いって必要とかじゃないと思うよ。むしろ K の迷惑になる可能性に思い当たりました。それならば私は引き返すべきです。迷惑じゃないよ、嬉しいよ。それを判断するのは K です。そんなことないよ、誰だってわかるよ、絶対。ともかく、それで K に連絡を入れたのですね。うん、そう。これは見過ごせないと、ミソラにメールしてあげてって。そうですか。うん、ありがとうございます。どういたしまして。それでは私はK とアイスクリームを食べてきます。うん、あーんってしてあげてね。はい、わかりました。え、本当にするの。お見舞いとはそういうものではないのですか。うん、きっとお見舞いってのはそういうものだと思う。それじゃあ行ってらっしゃい。はい。というわけで、気が向いたら浅井くんにキスしてみてね。ようこそ夢の世界に。会いたい人がいるの。僕は神様に憧れているんです。逆さまで。ミチルはまだミチルのままなの、ね、私がこの世界を叩き潰すことに。待ってください。永遠